あなた、うめろ、あなた、始まるよ。カブさん、ちょっと休憩、母ちゃん。これ食べな、これ。これ、これ、これ、これ。もったいない。ハーゲンダッツ落としちゃった。これ食べていいよ。おー、おいしそう。うん。ハーゲンダッツのキャラメルラテだって。ここにも。ガブさん。母さんさ、おまけにストーブ頼んだのに全然来ないんだけど。ここに置くストーブさ。でないとガブさんここ遊べないんだろ。またね。多分ね、配送が激混みか、注文が殺到して、困った。でね、ここまでガブさんのところで来ないんだ。ねえ、ガブちゃんストーブ来てここでずっと遊べるよ。ねえ。早くストーブ来たらいいねガブ。ねえ。ねえ。あんちゃんどうしたの？何やってんの？ほら。今日もいい天気だね。ちょっとめっちゃ寒いんだよ、ガブ。出た？鳥肌もんだよ、外。もうね、多分ね、毛穴が全部ピューっていってしまう。寒いから。ピューって。ガブ。ガブのね、鳥肌もピューって縮まるよ。ガブ。ガブも？ん？早くストーブ来ないかな。ねえ、ももちゃん。今日さ、エアコン切ったわ。あんまりにも暖かくて。いや、やっぱりね、ここのね、ガブ、ここのウッドデッキがかなりこう生じて、家が暖かいんやわ。ここのさ、ウッドデッキの入り口のとこさ、ガラス一枚でしょ。こっからかなり寒さが来てたってことが判明。あのこの台所の前のさ、あのガラスと、だからここでさ、ここさ、もろにさ、あの外のさ、外気がさ来ないから、すごいあったかいの部屋。すごくない？ちょっとこれって、いつもさ、床暖とさ、床暖とあの蓄熱暖房だけでもう寒くて寒くていられないんだけど、めっちゃ暖かいのよ、今年。エアコン切った。うるさいから、ばーって。乾燥するしね。それでさえ蓄熱暖房でさ、乾燥するのにさ。風邪ひいちゃう。みんな。あれ、来た、あれ、あれ。おっち。エルはね、いないんだ。そして
エルね、どこ行ったと思ったらね、おかみちゃんの部屋で遊んでたわ。で、おいでってもこないの。ガブちゃんと同じで。あら、あれカラスです、そこに。カラスいた、カラス。ガブちゃん、黒い鳥。カラスいる、カラス。うわ、悪いな。ほら、あそこにカラスいるじゃん、カラス。あれ、あれ、あれ。ガブの頭どうしたの、それ。どうするさ、その頭。ねえねえ、どうする、俺、カラス来たよ、カラス。カーカーカーパーやーって。カーカーパーって、ほんカーカーって来るんだよ。ガブ。どうすんの、あれ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 、こっち見てるわ。あーっ、もうーあーあーあー、ほらガブさん狙われてるわ。あれ喜んでんのか。え、ガブさんそのお友達じゃないんだよ、食べられちゃうよガブさん。なんかあーガブさん頭いいんだから、カラス多分ガブより頭いいぞ。どうするほら、ガブさんカラス来たー、カラスカラス来たー。こっち来たらどうする、カラスねえ、ビューって飛んできたら、ガブさんどうする、ビューって飛んできたらさ。困ったカラス、困ったカラス、カー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 カだね、外寒いんだよ、俺。外。めっちゃ寒いよ、外。でもすごいさ、強いでしょ、カラスさん。偉いでしょ、ガブさんもさ、強くなんないとね。すごい強いよ。ご飯もね、ガブさんみたいにね、ご飯ね、自分でね、あれだよ。ご飯ね、自分で探しに行くんだよ、あっちこっち飛んで。ガブさんのお母さんが、はい、ご飯だよってあげるんだよ。だけどさ、カラスさん自分でご飯さ、たあれを探しに行くんだよ、カラス。偉いよ。ガブさんも食べられちゃうよ。ガブさん、ガブって食べられちゃうんだよ、カラスに。逃げないと。バイバイって。バイバイ。そう、バイバイって。カラスさん、バイバイって。ほら、こっち見てるよ、ガブ。怖い怖い怖い。どうするガブ。ありがとう。ありがとうじゃないんだよ。さあ、夏になってさ、外お散歩中にカラスに食べられたらどうするガブ。母さんもうあれだわ、カラス狩りに行くわ、もう本当に叩き取りに。ガブ、食べ物大事大事したらダメだね。ねえガブさん、ねえ嫌いなくちゃんと食べないとね。ねえガブ、そうしようね、これからね。すごい、ずっと喋ってるのか、カラスとガブを。あ、もうほんといなくなったわ、ほら飛んでった。
カブさん飛んでったわ、カラス。あ、やくなったわ。どこ行ったの、カラス。うん、カブさん。ほら、もう寝寝する時間だから帰ってったわ、もう。うん、もうね、寝寝する時間だからね。うん、もうね、お家帰ったわ、カラスさん。お家帰ったよ、カラス。うん、ねえ、いないでしょ、ほら、カラス。どこ近くにいるか、いないよ。いないよ、カラスさん。バイバイしたの、バイバイしたの、カラスに。どうしにしたね、カラスさん。バイバイ、カシャ行くよね。バイバイ。バイバイ。